し、この辺りの魔物はあらかたお掃除できたみたいだね。うん、だいぶ静かになったし、そろそろ一息つけそうだね。お二人ともすごい剣さばきでした。かっこよくて憧れちゃいます。そうかな。面と向かって言われるとちょっと照れくさいよ。それならもっと照れてください。トモさんの三熊流、見とれちゃうくらいに綺麗でしたよ。それにしずるさんの剣技も、なんていうか、その豪快で、最後は魔物に頭突きでとどめなんて、びっくりしちゃいました。弟くんを思うお姉ちゃんパワーのなせる技だよ。良い子は真似しちゃダメだぞ。真似したくてもできるかどうか。でも良ければ後でお二人に剣の扱いを教わりたいです。私もっと強くなりたいですから。もちろん、魔物退治が済んだら稽古でもしようか。この辺なら剣を振るのにもちょうどいい広さだし。それにしてもおかしな風景だよね。話には聞いてたけど、本当に何もかもがお菓子でできてるんだ。だよね。ほら見て、二人とも、このお花の花びら飴でできてるよ。これはリンゴ味、こっちの花びらはイチゴ味かな。弟くんへのお土産に持って帰ろうっと。すごいな、まるで絵本の中にいるみたい。探検してみたいな。トモさん、剣だけじゃなく絵本とかもお好きなんですね。え、いや、そんなことは。単にすごく不思議な世界だなって思っただけで。クリアちゃん知ってるかな。トモちゃんはとってもかっこいい女の子だけど、実はメルヘンなものに目がないんだよ。ちょっとしずるさん、なんでそれを知って。いや、そんなの人並みだよ、人並み。別に嫌いなわけじゃないけど。ともちゃんったら、そんなこと言って、もっと素直になってこのメルヘン世界を楽しもう。例えばこのキノコは、あも、外はマシュマロみたいにふわふわで、中はクリームみたいにとろっとろ。ともちゃんもお一ついかが。いらないってば。それより残りの魔物を手分けして探そう。合点承知。ついでにともちゃんが好きそうなお菓子も探してくるね。私も探してみます。楽しみに待っていてくださいね。この私がからかわれるだなんて。この場に彼がいなくてよかったよ。でもさっきのキノコ、確かに美味しそうだったな。私も一つだけ、いや、一口だけ食べてみようかな。クリアちゃん、一匹そっちへ行ったよ。退路を塞いで。早い。でもここは通しません。やあ、浅い。ダメ、このままじゃ逃げられちゃう。クリアちゃん、お待たせ。くらえ、お姉ちゃんスラッシュ。二人ともお見事。その一匹で最後みたい。お疲れ様。はい、ごめんなさい。うまく仕留めきれなくて、危うく逃がしちゃうとこでした。そうなの。クリアちゃんが当選もしててくれたから、お姉ちゃん的には大助かりだったんだけどな。
確かに音を聞いてた限りだと少し踏み込みを焦った感じがしたね。手応えが浅かったんじゃない？はい、敵を止めなきゃって思ったら焦っちゃって。こういう時ってどうすればいいんでしょう？ちょっと抽象的に聞こえるかもだけど、大事なのは信じることだと思う。信じること？敵が目と鼻の先にいれば当然そちらに意識が向く。戦いの中で冷静さを保つことはとても難しい。でも自分の剣を、仲間を信じていれば相手を観察する視野も冷静さも保つことができる。信じる者に後を任せられてこそ先が見えるんだ。憎まりゅう剣術ではそれを五の線を制するなんて表現するね。自分と仲間を信じて、それが剣士の心得なんですね。なんとなくですけど分かった気がします。機会があったら試してみて。その時は私たちがそばについてるから。うんうん、ずっとそばにいてあげるよ。安心してていいからね、弟くん。はい、よろしくお願い。え、弟くん？あれ、そういえばどうして弟くんがここにいるの？もしかしてお姉ちゃんが恋しくなっちゃった？こっちおいで、いっぱいハグしてあげる。ちょっとしずるさん、急にどうしたんですか？ともさん、しずるさんの様子がおかしいです。まさか何か幻覚を？ああ、大変だ。間違いなくアンチビーストの仕業だよ。はい、アンチビースト？何ですかそれ？こうなったら三熊流魔法剣術を使わざるを得ない。そこの君、安心して、この世界の平和は私が守ってみせる。シャイニー、テザリー、グローリー、マジカルソード、シャープネス、魔法剣士、シャイニー・トモ、きらめく剣技で悪を断つ。もう何がなんだか。わあ、弟くんが二人に、それも魔法少女になってる。よく似合ってるよ、弟くん。落ち着いてください。お兄さんは、しずるさんの弟くんは二人になったり魔法少女になったりしないですよね。え、そう？お姉ちゃんも増えたことあるし、魔法少女にもなったよ。お姉ちゃんができたんだから、弟くんにだってできる、できる。なんで前例があるんですか？あ、でもいつもの弟くんとなんか違う気がする。そうだ、お姉ちゃん分かっちゃったぞ。シャンプー変えたでしょ。シャンシャン、ほんのりミルク系、甘い香りがするね。ちょっと味見してみてもいい？味見！トモさん、助けてください。このままじゃ私、シズルさんに食べられて。違うよ、今の私はシャイニートモ、アンチビーストを撃つ魔法剣士だ。じゃあもうそれでいいです。私、アンチビーストに食べられちゃいます。人の姿に化けるアンチビーストがいるなんて。任せて、今助けるから。あ、でもそのいいアンチビーストさんかもしれないので、お手柔らかにお願いします。シャイニーブレード、ひゃー。わお、すごいすごい。さすが弟くん、もう必殺技を得得してるだなんて。魔法少女の素質ありだね。とっさにけしかけちゃったけど、このままだと二人が怪我しちゃうんじゃ。自分の剣を、仲間を信じていれば
相手を観察する視野も冷静さも保つことができる。一旦信じてみるしか。トモさんの言う通り、まずは冷静さを保たないと。これならどう？シャイニーブレード2連撃。なんだろうこの感覚。剣にまろやかさが足りないんだよね。あなた本当に弟くん？なんて鋭い一撃。手ごわいね。でも魔法少女は諦めない。どんな窮地でも屈さない。見た目も声も弟くんだけど仕方ないな。ちょっと本気で確かめさせてもらうね。あ、早っ。この味、この感触、明らかに弟くんと違う。お姉ちゃん、分かっちゃった。これは偽物だね。姉ちゃんには通じません。あれ、それじゃああなたが本物の弟くんかな。人違いですって言っても聞いてくれそうにないし、こうなったらもう逃げるしか。空中なら追ってこれないはず。しずるさんが正気に戻るまでやり過ごそう。逃げるってことはあなたも偽物なのかな。ならお姉ちゃんが懲らしめてあげないとね。行くよ、お姉ちゃんウィング。それどうやって飛んでるんですか。待って、こんなのありえない。どうしてこんなことに。あのキノコには楽しい夢を見せる作用があったみたいですね。なのでトモさん、そんなに気に病まなくても。キノコのせいか。そういえば前にジュンさんが野生のキノコには気をつけてって言ってたっけ。それなのにあれだけ大口を叩いておいて、幻覚で前後不覚になった挙句あんな恥ずかしい姿まで。トモちゃんの恥ずかしいとこお姉ちゃんも見たかったな。一体何があったの。弟くんが増えたり魔法少女になったりしたのは覚えてるんだけど。だいたいそれで合ってますよ。そうなの。じゃあトモちゃんは何をそんなに落ち込んでるんだろう。半分くらいはしずるさんにいきなりキスされたせいだと思いますけど。あ、ほらしずるさんもこう言ってることですし、私たちはちっとも気にしてませんからね。トモさん、そう言われても私は気にするよ。しずるさんのあれはそのおかげで正気に戻れたし仕方ないって割り切るけど、その気にしてるのは魔法少女のことですか。さ、私って実はああいうお話が好きで、自分が本当に魔法少女になったらとかよく想像してたんだ。恥ずかしいけどこういうしかないよね。本当に魔法剣士になったことがあるとまではさすがに言えないし。と
さん。剣のことを偉そうに教えてたのに、情けないところを見られて幻滅させちゃったよね。ごめん、クリアちゃん。戸惑いはしましたけど、そっちはむしろ私としては知れて嬉しかったというか。あ、いえ、こう言っても気休めにしか聞こえませんよね。なら、トモさん、ちょっと見ていてもらえますか？え？クリアちゃん、何を？ファニー、キューティー、クリアリー、マジカルシールドソウフル！魔法翼機、フォールンクリア！盾と勇気で守ります！なんて、トモさんを見て私も考えてみたんですけど、実際にやると確かにちょっと恥ずかしいですね。もしかしてクリアちゃんも好きだったりするの？魔法少女とか。はい、普通に大好きですよ。まあ、私が持っている戦うための力は人から憧れられるようなキラキラしたものじゃないですけど、でも魔法少女の変身みたいなものだって考えたら、あの姿で戦うことにもほんの少し前向きになれるかもって。どちらかというと悪役っぽい格好ですけど。だからトモさんも恥ずかしがらないでください。剣士のトモさんも魔法少女のトモさんも私にとっては憧れなんですから。そっか、そこまで言ってもらえるなら私が恥ずかしがってちゃダメだよね。うん、ごめん、こんな風にくよくよしてる方が情けなかった。信じてくれるクリアちゃんのためにもちゃんと胸を張ることにするよ。はい、剣についてもまた教えてくださいね、トモさん。うん、もちろん。よくわかんないけど、トモちゃん元気出たみたいでよかった。もっと元気が出るようにお姉ちゃんがなでなでしてあげるね。え、しずるさんはしばらく接近禁止。感触が蘇ってきてゾワゾワするから。禁止だとかダメだとかって言われると逆にやってみたくなっちゃうな。わかった、まずは話し合おう。内容次第では譲歩するから。だから近づかないでってば。あははは、お二人とも元気そうで何よりです。楽しい夢を見る以外の副作用はなかったみたいですね、あのキノコ。一時はどうなることかと思いましたけど、でもそんなに美味しくて副作用が夢だけなら一口食べてみたかったな。私ならどんなものが見えるのか気になるし。なんてクリアちゃん、しずるさんを止めて。今の私にはお姉ちゃんパワーを受け止めきれない。クリアちゃんの方でなんとか。はい、今行きます。私で受け止めきれるかは分かりませんけど。